にはそれぞれの楽曲分野で革命的存在と言われるものはありますが、ピアノ協奏曲にはもちろんそれがあります。一般的に知られている曲ではチャイコフスキーの第1番が、その筆頭と言えます。でここではこの曲のすごいところ、聴きどころを10点、ここではこの曲のすごいところと聴きどころを10点ご紹介したいと思います。この曲の正式なタイトルはピアノ協奏曲第1番変路単調という調整までついてるんですけれど、第一楽章始まって間もなく変路単調から転調しちゃうんですね。こちらが出だしなんですけど、まずホルンによる4つの音、これは完全な変路単調です。でもそのすぐ後の弦楽器は単7度を高音とした4和音で転調を予感させて、さらに長調に向かってで変路単調の平行調の変二長調の世界に完全に足を踏み入れた瞬間にピアノが大音量で登場します。このように四分音符ごとに和音を低音、中音、高音域で奏でますが、これに乗せてバイオリンがメロディを奏でます。そう、ピアノは主役なのに伴奏形で始まるんですね。で、オーケストラが伴奏でピアノがメロディを奏でるという従来のピアノ協奏曲のイメージを覆すという意味で、これも革命的な要素の一つだと思います。この有名なメロディーは第一楽章の第一主題に見えますが、実は違うんです。というのも20分以上かかる長大な第一楽章の中でこのメロディーは最初の3分しか出てこないんですね。で、おそらくチャイコフスキーはバレエやオペラの序曲のような役割でこれを助走部として書いたのではないかと思います。本来の第一主題はこちらです。これはウクライナ民謡から来ているようです。第二主題は2つあると考えられます。まずは切なく奏でられるこのメロディこのメロディの最初の、2つの和声が冒頭の、出だしと同じことも興味深いです。変二長調ではなくて破単調に向かっていきます。そして2つ目の第二主題はこちらで変一長調です。以上紹介した主題で主に展開していきます。ピアノ協奏曲の見どころの一つはソロのカデンツァだと思いますが、この第一楽章だけで数回出てきます。一番規模が大きいのが、第一楽章終盤のカデンツァですが、面白いことにここでは、2つの第二主題だけで構成されて、ほとんど第一主題は出てきません。ほとんどというのは訳があって、一度だけそれらしきものが出てくるんですけど、よく気をつけてないと気がつかないからです。ちょっとその部分を弾いてみますね。Thank you.
かりになったでしょうか。ここの左手の部分が、ここから来ていると思います。20分以上かかる長大な第一楽章の終わりには、ピアノが華やかに分散和音やオクターブを奏でる中、オーケストラが力強く和音をジャンジャンと奏でます。でも最後の16小節間一拍目に手話音である変路長調が来るので、聴いていると終わりが来そうで来ないという感じも受けます。ベートーベンも交響曲の終わりとかで、まあ、たまにそういうことをしたんですけれど、それは本当に最終楽章の終わりで使っています。全楽章を通して、第一主題のメロディーは補足低音というバス音がずっと保持された中で、和声が変わっていきます。これによって一応方向に進んでいって長いフレーズを構築しています。このピアノ協奏曲で難所と呼ばれる箇所はいくつかあるんですが、実は第二楽章の中間部もプレスティッシモというテンポ表示が一番速いのが使われていて、ピアノ、オーケストラ両方にとってとても難しいんですね。特にシンコペーションやヘミオラが使われているので、少しでもテンポが狂うと合わせられません。ちょっとゆっくりめにメトロノームに合わせて弾きたいと思います。本来のテンポだとこうなります。で、この速い中間部から再現部に向かうピアノの華やかなカデンツァも聞きどころの一つだと思います。第三楽章でも第一主題はウクライナ民謡に基づいて作られたそうです。で、面白いアクセントとかついているので、民族舞踊を連想させます。こちらはロンド形式なので何度も繰り返されるんですけど、再現するたびにオーケストラの伴奏形が変わるので、そちらにもご注目ください。第二主題は美しいメロディーで、これが後でクライマックスでも使われます。徐々にテンポが上がっていって最後のフィナーレに向かいます。この協奏曲にはピアノが華やかなパッセージを弾く場面がたくさん出てくるんですけど、特に特徴的なのは両手で速い連続オクターブがよく出てくるんですね。で、黒鍵から白鍵への移動は滑らして弾けるので比較的優しいんですけど、白鍵から白鍵、白鍵から黒鍵っていうのは、腕とか手首の動きを利用して弾くことをお勧めします。で、もう一つ私の練習法をご紹介すると、ゆっくりリズム練習とかもするんですけど、両手の親指だけで弾くことも効果的です。
右足をあのペダルにかけて弾いてると、まあ、場合によってなんですけれど、こう体がこうねじれる感じで力が入りにくくなるんですね。でそういう時は、まあ、ルール違反かもしれないんですけど、左足に踏み替えて、なるべくこう腕と体の重心がまっすぐになるようにして力を加わりやすいようにします。実はこのピアノ協奏曲が出来上がってから、波乱万丈なエピソードが繰り広げられています。チャイコスキーはこの曲を親友のピアニスト兼作曲家のニコライ・ルビンシュテインに献呈しますが、少し弾いてみてルビンシュテインが、こんなのはダメだ、ちょっとの部分を残してあとはほとんど書き直さなければ私は初演をしないと言い放ったと言います。でそれを聞いてショックを受けたチャイコスキーはほんの少し変えただけでその作品の検定をハンス・フォン・ビューローというドイツ人のピアニストに、検定して、初演を委託しました。でなんと初演はロシアではなくてアメリカのボストンでした。でその後結局ルービンシュテインは評価を改めて、モスクワ初演では、まあ、指揮をして、でその後もソリストで弾いたりもしました。で今度はチェイコフスキーがピアノ協奏曲第2番をルービンシュテインに検定したんですけど、でその時に彼は今度こそ初演をしましょうと意気込んでいたところ、ルービンシュテインは残念ながら結核で初演の前に亡くなってしまいます。でこのピアノ協奏曲第1番が有名になった背景にはいろいろあると思うんですが、20世紀の大ピアニストウラディミール・ホロヴィッツ、ウクライナの大ピアニストウラディミール・ホロヴィッツが演奏や録音を残したこと、そして1958年にモスクワで行われた第1回チャイコフスキー国際コンクールでアメリカのバンクライバンがこれを弾いて優勝したこと、それがアメリカ・ロシアの冷戦真っ只中の出来事で本当にすごいセンセーションを起こしたんですね。で国交にも影響を与えたと言われます。私はこの作品が今後も長く弾かれて世界平和につながる曲となることを切に願っています。以上、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番の曲の解説と聴きどころのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。